はい、どうもタンタンです。今日は G ストリングのユーズド品が入荷してまいりましたのでご紹介いたします。こちらテナーサイズですね。ハワイアンコアを使ったテナーサイズ、一番まあシンプルなスタイル、特に装飾とかもないですし、ロゼッタバインディングなしの最もシンプルなテナーサイズ、はい、こちら入荷しております。シリアルのところ、シリアルというかですね、ネックブロックのところにイニシャルの入ったプレートがついてますので、おそらくまあ2000年代、前半ぐらいなのかなという感じですけれども、そうなるとまあ20年ぐらい前、だいたいそれぐらい経過した、そんなモデルじゃないかなと思います。はい、楽器自体はまあそれなりにやっぱり使われてたようですね。音の響き、隣がすごく良くなってる感じがします。すごくカラッと明るい音なんですけれども、サステンもすごくありますし、音の力強さ、そういったのも非常に感じられる一本ですので、今最近作られている、G ストリングとはまたね全然違った感じの鳴り方、非常にこう明るくてですね、抜けのいいサウンド、そんな印象の一本じゃないかなと思います。この辺は多分こう、経年っていうのもあると思うんですけれども、元々の作りというところもいろいろ影響しているのかなと思いますね。当時は一人の、職人さんが全部手掛けると、何人も G ストリングに職人さんがいて、その中の一人一人が自分の手で一個のウクレレを作り上げるっていうシステムでしたので、そういった意味でその、個性もねもちろん出るんですけれども、今とはまたちょっと違った雰囲気、そんなウクレレが出来上がってたんじゃないかなと思います。でさらにこれ後付けでですね、オーバルのピックアップ、コンタクト、あの貼り付けタイプのピエゾですね、はい、ピックアップがついておりますので、サウンドホールのところから見ると、センターのライニング、ラベルのところかに、コントロールがついてまして、エンドピンジャック仕様となっております、はい、ということでこちら、G ストリングのユーズド品ですね。2000年代と思われます1本、テナーサイズのハワイアンコアモデルでございます。コンディションもねそれだけ年数経ってる割には非常に良いコンディションじゃないかなと思います。ぜひお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。